清食品、日清食堂、太麺、汁なし担々麺、揚げ麺に液体ソースとふりかけがついています。麺は太くて重量感があり、揚げ麺とは思えないほどの存在感があります。しかし湯戻りせずに硬い部分が若干残ってしまうのが残念です。ソースは舌触りも味も鈍重な印象です。辛さは弱くピリッとしません。ふりかけは存在感が弱いです。いわゆる担々麺のイメージとはちょっと違います。新しいものを作ろうとする意気込みは理解できますが、まだ発展途上の製品という印象を持ちました。